はい、埼玉で野菜農家をしながら NFT 始め方学校の運営をしているオレッチです。今日もスタッフさんからの質問にお答えしていきたいと思います。はい、あの僕が言ってるのは僕のなんだろう、こう少ない知識の中で僕が考えてることなんで、あまり真に受けないでくださいね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。長島です。そうですね、お聞きしたいのは、いろいろこう畑であの農作物をあの栽培してるじゃないですか、はい、で去年ネギを育てたところに今年は違う品種のもの、はい、もしくはあの何も植えずそのままっていう畑をこう見てきたんですけど、うん、それってなんで同じものを同じように植えないのと、うんそのなんでこう休ませたり、あるいはこうなんかあえてあれなんかこう畑そのままさせるみたいなことを聞いたことあるんですけど、それってどういう理由があるのか聞きたいです。なるほど。白鳥くんお答えください。うん、私ですか。映ってないけど。映ってない。はい、農家を目指す白鳥くん、お答えください。まあなんかあれですよね。結局は、まあ、ちょっと全部は答えられないんですけど、あの畑を毎日同じ作物やってると、うん、なんだっけ、あの食物なんとかなんとかみたいな、 なんか言葉があるんですけど、食物なんとかなんだっけ、連作なんかあるんですけど、それがあることで、なんかあることで、あの他の野菜を作んないと。いけないんですよね。同じやつだと要は加藤さんが答えられそうですか。じゃ加藤さんお願いします。一番簡単に言いますと、はい、同じ作物をまた次の年も作りますと、はい、同じようにできないんですよ。あ、そうだ、連作障害だ。同じような出荷量でできない、はい、要するに同じ作物だと同じ栄養素を必要とするわけじゃないですか。はいはい。畑からその一つの栄養素を吸うわけですね。はい。じゃあまた同じようにそれを補えないうちに、うん、同じものを吸うとしたらどうなりますか。ああ、なるほど。はい。それが同じようにできづらくなってしまう。そうです。なるほど。ということです。いや、他のものにするとそれがまた違う栄養だから補えるってことがある程度ですね。そのためにやっぱり肥料を与えてみたり1年間遊ばしてみたりっていうことも必要なことになってる。じゃあ遊ばせるっていうのはその、まあ、ちょっと他の栄養を蓄えてもらうためには遊ばしてあげる。そうですね、ってことなんで蓄えてくださいよ、蓄えてくださいよ、うん、ああ、なるほどなるほど、うんうん、それが連作障害です。俺なんかその言葉が思う。だからそれだって同じ作物を年間毎年毎年作ってたらちっちゃいのしかできなくなるって感じか、うん。一番簡単なことがね。はい、例えば奇形が出てみたりとか発生するってことです。うん、補足します。はい。だから作物ごとに必要な、まあ、その作物が育つのに必要な栄養素とかが違うわけですよ、はい、だからあの同じ野菜を繰り返しそこで栽培してるとその野菜に必要な栄養素ばっかり吸収されて減ってっちゃうんですね、畑から、うん、なんで畑のその栄養バランスが偏っちゃうんですよ。であともう一つはその作物を好む病害虫っていうのがね、同じものを作り続けることでその密度が上がってっちゃうんですよ。なるほど、うん、そうすると病気や、うん、あの害虫の害にあったりとかっていうことが増えてきちゃうので、なのであのなんだろういろんな野菜をローテーションして栽培するんです、うん、で畑開けっぱなしにしといても勝手にはその栄養素は入っていかないです、基本的に。
うん、やっぱそれは補っていかないといけないんで、まあ、そのために堆肥や肥料を投入して、ね、で石灰を入れて畑のアルカリ分を補給してで調整して、うん、でいい状態になるようにっていうのをしてるわけなんです、うん、補いたかったでそれがだから同じもんばっか繰り返し作っていくとなかなかいいものが取れなかったり収量が下がってきたりするのを連作障害っていう、うんうん、なるほどよくわかりましたえそうなのざっくりとそのなるほどだからこう毎回書いてるんだなっていうのがわかりやすかったなって、うんうん、専門的なことになっちゃうとちょっと僕だとわかんないことももしかしてあるかもしれないけどただそれ難しいんだよねその生産性を維持しつつ、うんうん、作物ローテーションさせるっていうのも難しいんで、うんうん、なるべくだから連作しても連作障害が出ないような出にくいような、うん、障害が少ないような対策っていうのをやっぱりしながらやるんですよ、うんいろんなことを考えながら農家も野菜作ってますってことかな、うん、静かすなるほどと思いましたありがとうございます、はい、OK ですかねなので頑張って野菜を作ろうと思いますはい、はいはい、それではさようならありがとうございました